はい、こんにちは。この詰め将棋は非常に簡単と言ってしまえば簡単なんですが、じゃまず手数は5手詰めなんですけども、変化がいろいろ多くて、で、しかも攻め方ちょっと間違った場合でも、やり直しが効くっていう変化もあるんで、まあそういった変化すべて読み切ってもらえたらなと。まあただ、最短で詰ましちゃえばそれはそれで構わないんで、まあそれだけでもいいんですけども、いろんな変化があるのが面白い詰め将棋です。じゃあまず、まあ目につくのは玉が3一から2二に逃げられちゃったらまずいかなっていうのが思いつくんで、こんなようにごく普通にこうやって追っかけていけば安全に王手はかけられるけど、まあこう逃げられちゃったらもうちょっと捕まらない状況になるんで、まあこういう手はありえないと。で、まあ3一に行かせない意味で5一飛車ってのはすぐ目につきますよね。これまあ同玉と取ってくれればもう簡単な頭金なんで、まあ同銀と取られば、まあ馬はスーッとここまで3一に通って逃げられなくなるんですが、これだとちょっと金がまだ打てない、打っても取られちゃう。じゃあ金ちゃんどいてってこう打っても、今度はこれには桂馬が効いてるということなんで、すぐに飛車を5一に打つのはまあ同銀でダメかと。じゃあそうなると、今実はこの玉型の守り駒3枚って全て詰みを防ぐのに役に立ってる駒なんですけども、そのこの3枚が同時に引いてる、まあいわゆる焦点ですね。焦点、焦点にポンと打てばどれかで対応まあせざるを得ない時に、まあそうすると守備力が一気に弱まるんですが、これで例えば一番簡単なのは同銀ですね。同銀と打ってくれば今度こそ5一飛車が引くと、同銀と取れないんで、もう取る一手で頭金で詰んでしまうということなんで、同銀はまあ簡単。じゃあ同金はと、これもまた5一飛車が効いて、今度は同銀と取られ、もう同銀が同じ頭金なんですが、同銀と取られても金がどいてくれたおかげで腹金が効くと。しこの5一飛車の時にちょっと一瞬ドキッとするのがこの3人の隙間に逃げられちゃう。でもこれも、この歩のおかげで、この、桂馬を取って、これで、詰んで、駒余りとなってしまうと。いうことなんで、同金も詰むと。じゃあ、この、3三桂馬に対しては、まあ、同桂と取ると。これが、まあ、一番、長く生き延びる方法なんですけども、ここで、玉方に、まあ、これも、簡単に詰ましてしまえば、それはそれでおしまいでいいんですけども、まあ、簡単に詰ましちゃうなら、正解は、まあ、5二金打って、3一に逃げて、2一に飛車を打てばこれで詰むと。これでまあ正解手順なんですが、これ一瞬、こっちから打って、ここになんか合駒さして、金打っても詰むじゃんと。と思われた方がいたら、これは実は、飛車を打つと、金引くの移動合ができて、ここに隙間ができちゃうと。で、ここで実はこれでもなんとか詰みます。金打って。まあもちろん隙間に逃げられるんですけども、今まあこっちはこうがっちりスクラム組んでるんで取られる心配ないから、銀を取って。で、これまあ、同金と取るしかないですね。で、ここでまあ、4一銀を打てば、これ相変わらず玉じゃ取れないから金で取りってと。で、ここでまあ、飛車をこうやってなって、これまあ、同玉なら今取った頭金があるんで、こっちを取るしかない。で、そこでまあ3一馬が入れて、でまあ真横に逃げれば竜の合気数、下に逃げれば馬が引いて空き王手と。でまあ合駒する一手で取った金で詰みというふうに、まあなんとか長いですけど詰むんですよ。で、これはまあこの詰め将棋他にも面白い点があって、馬で金で、これこの3三桂を同桂と取ったときに、まあもちろん普通に済ませばさっきの手順でいいんですけども、ここに打った場合も、これも、なんとか、当然、引いて、打っちゃえばもうこの金打ちだから引いて、で、まあ遠くに打った効果として、まあ2一になり替える筋があるのが、2一に打つのと違うんですけど、これもなんとか詰みます。詰むはずです。こう打ちます。で、まあ、この間、ここに隙間に逃げる一手で、ここで、
飛車で金取っちゃう手も有力なんですけども、これ、同玉と取ってくれれば、それは金打って、もうあとは簡単に済むんですけども、これ、同銀と取られると、同銀と取られると、これが済まなくなっちゃうんですね。ので、まあ、ここは、そうではなく、飛車はまず残しておいて、まだ。こうなった時に、これも一旦、やっぱりさっきの字で取ります。で、これは、同金と取れば、今度はこの離してるって効果で成り返れるんで、詰んじゃうんで、これは、こっちの歩を取って逃げますと。で、そこで、まあ今飛車が危ない状態なんで、この金を成り返って取ると。で、真横に逃げた場合は、金を打っちゃって、上に逃がして、これは先に馬が引かないと思うのかな。先に馬が引いて、まあ、移動愛なり、打つなりしても、もう、竜が寄って、愛引かずと。だし、馬引いて逃げたならば、それは、やっぱり、こう、竜が寄って、馬が引いてるんで、愛引かずと。いう感じで詰みますし、これが、今この状態で、斜めに逃げたら、今度は馬から飛車から、どっちでも大丈夫かな。馬引いて。で、まあ、打つなり、移動愛するなりした時に、竜が寄って、やっぱり合駒しても、合駒するしかなくて、まあ、銀下から打てば、逃げて、竜と。いう感じで、まあ、詰むんで、まあ、実は、間違えてもやり直しが効く詰め将棋なんですが、まあ、受け方が、そっちを選ぶことができないんで、まあ、正解手順は、歩があって、これで、まあ、正解手順は、3三桂、同じく桂、5二金、3一玉、2一飛車という、今、最短で詰ますのが、もちろん一番いいに決まっています。で、この後後半も、軽いやつを紹介しておしまいにします。はい、後半、これはもう本当に基本的な手筋の5手詰めです。まあ、大駒は離して打てという、もうそのものの図ですね。まあ、大駒は、いきなりこう、じかっとベタッと打っちゃうと、こう逃げられて、この後、角で、どうなんですか、無理やり、えいやって、追っかけても、同金、同飛車成りで、まあ、こっち逃げられて、で、まあ、ここだとこっち逃げられちゃって、逃げられないようにこっちに行ったら、同玉で詰まないですね、これ。金が腹じゃ詰まないという感じなんで、じゃあ、いきなり、飛車を打ったんじゃダメと。もうこの強者がいなければ、離して打って、成り返ればいいっていうのが見えれば、もう、初手は簡単に分かって、1三角と。でも、合駒すれば、それこそもう本当に、こう打って、上がって、飛車が成ればいいんで、合駒引かないから、まあ、同香と取る一手で、11飛車が実現して、まあ、逃げて、なっと。まあ、こっちに逃げてもこっちに逃げても同じことになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。